ナリーグブレーブス5、7ダイヤモンドバックス、2024年7月10日フェニックス、ブレーブスのマルセルオズナガイア手、33、が10日、日本時間11日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に、5番、DH で先発出場。8回に4試合ぶりの本塁打とする24号ツーランを放ち、リーグトップ28本塁打のドジャース、 大谷翔平投手、32、本差しに迫った。小津は2回に中前打を放って先制点をお膳立て。3対5の8回に5番手右腕トンプソンのシンカーを中越にツーランを叩き込んだ。しかし、チームはその裏に押し出し四球と疑比で勝ち越されて連勝が4で止まった。小津はこれで今季リーグトップの打点は75まで伸ばし、 2位のフィリーズボームには5打点差、3位の大谷には9打点差とした。綱はオールスター戦前日の15日、日本時間16日に開催される本塁打競争への出場も決定。自身の SNS に興奮している。ファンのためにショーを披露できるのが楽しみ、と意気込んでいる。